でした。今 BGM で私の大好きなはるかぜさんがかかってます。はるかぜさんがかかってます。はる来ましたね。はる来てます。はる、とはあんま関係ないんですけど、はい、あの前にもブログで、前っていうか、まあ、この前ブログでお知らせってかしたんですけど、あの私来月に修学旅行があって、小学6年生そうですね。修学旅行、それは内緒です。内緒ですよ、それは。でも修学旅行って言ったら、まあ、まあ、修学旅行で、あのみんながなんか失敗したとか、思い出にこれすごい残ってるなとかいうエピソードってある？ある。失敗？なんか怖い話が。すごい、もうやばいんですよ、本当に。変わるの？私怖がりなので、なんか友達がすごい怖い話してきて、でも私も聞きたいんですけど、そう聞きたいんだけど怖いみたいな。怖い、怖い、いや、結局寝れなくて、うん、そう、寝れなくてずっと起きてたら先生に怒られたんだ。そう。何なの？あ、じゃあ失敗談の方、うん、何年生かな、忘れたんですけど、枕投げするでしょ。枕投げした時に本当にすごすぎて、まず障子が破けちゃって、あと電気がつかなくなったんですよ。私が当てたわけじゃないんですけど、そうなってなんか大変だったので、まあ、むーちゃんはしゃぎすぎて障子破らないように気をつけてください。はい。それ怖いね。怖いね。なんかどんどんいろんなエピソードあるよね。え、ないね。枕投げいいね。枕投げ気をつけてね、うん、はいはいはい。ゆりの嘘だった。何ですか？忘れちゃったよ、そんなこと。さっきからちょっとニヤニヤしてニヤニヤして、のどこと目があったらいいなと思ってた。ありがとう。はいはい、それでは次いきます。はい。次の3曲で最後になってしまいます。ありがとうございます。
はい、最後の3曲は1曲目リューティスト新しいホーム、そして君色夏の魔法です。盛り上がっていきましょう。イエーイ、やったー。イエーイ、それでは聴いてください。